日本で唯一の24時間レースニコスカップトカチ24時間レース、今日はその模様を、余すところなくお伝えしていきたいと思うんですけれども、今日はその前にですね、私と一緒にレースをレポートしてくださいます方をご紹介したいと思います。去年の N1 そして GT 選手権でも活躍なさいました V2 レーシングのチーム監督でいらっしゃいます平岡俊道さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。平岡さん、今回ですね24時間ということで、はい、やっぱりスピードを取るかそれとも耐久性を取るかということでメカニックの方々もかなり悩まれているようなんですけれども、ズバリ見どころはどんなところでしょう。そうですね、すごく難しいですね。見どころってもすごくいっぱいありますから、まず第一にですね GT カークラス、 NSX、スカイライン、それからポルシェですね、このクラスのハイレベルな戦い、これがまず見られます。それからですね、このレース多くのプライベートチームが参加しております、はい、車を本当に好きな人たちが多く集まってきて24時間レースにチャレンジしていく、これも一つの見どころですね。そしてなんといってもこの十勝24時間レースはお祭りです。24時間中アトラクションとイベントが続きますから、これも見どころですね。本当に私はそこがとっても楽しみで、はい、どんどんそういうところに遊びに行ってレポートしていきたいなというふうに思っているんですけれども、一つのお祭りとしてよりも全部のこの夏祭りみたいなそういう楽しみ方っていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、特に今日の場合はですね、天気もあんまり良くないですから、残念ながら非常にレース展開の方も面白くなるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、はい、天気が悪ければ悪いほどいろんなアクシデントとか、ね、やっぱり24時間長丁場ですもんね、はい、いろんなことが起こるのが予測される、そういうとっても迫力のあるところもお伝えしていきたいと思います。では第2回ニコスカップ十勝24時間レース、まもなく開幕です。日本で唯一の24時間レース十勝24時間は日本 GT シリーズのスペシャルステージとして、そして N1 耐久ラウンドのシリーズ第5戦として開催されたレースである。 GT、N1 ともに市販車をベースにしていることは前提であるが、 GT グループはいわゆるスーパーカー、レーシングカーにも匹敵する戦闘力の高いマシンが参戦している。一方、改造範囲が狭い N1 グループはより市販車に近いマシンが出走、排気量によってクラスはさらに4つに分類され、このそれぞれでクラス優勝が争われる。スカイラインやシビック、アコード、ランサーなど身近な車の優勝争いにも注目したいところだ。決勝日前日に行われた予選では、予想通り GT グループ勢が次々と好タイムをマーク。去年優勝のイニシアジェックススカイライン、ニコスピア NSX、ルマンクラス制覇のホンダ NSX、 そしてニコスポルシェの4台がタイムバトル。スパ、デイトナなど世界の24時間レースで優勝経験を持つ長谷見選手も今回は予選3番手に甘んじるほどだ。それではまず昨年のディフェンディングチャンピオン長谷見正弘さんにお話を伺いたいと思います。いかがですか、今年の手応えは。去年は敵が少なかったんですけどね、はい、今年はもう3台強烈なのが出てきましたからね。そういう面で、まあ、タイム的には、4台がいい勝負してるんですよね。ですから今年のレースはそうですね、去年ほどマージンはないですね。ただ見てる人にはいいでしょうね。十勝24時間レースで勝つポイント、これをちょっと
それはですね、まあ、トップのチームというのは最低限の体制で、いい体制で来ますからね。あとはトラブルが出るか出ないかですね。もうそれ以外ないですね。ほとんどドライバーの失敗というのはまずトップチームにはないと思いますからね。そうですね、それからですね、ルマン24時間レース、うん、からこの十勝24時間レース、いろいろな24時間レースありますけども、うん、この十勝24時間レースに対する印象というのはどんな感じですか？そうですね、レベルはすごく高いレースをやってます。特に今年なんかそうですね。そうですね、そういう面ではルマンと、ルマンと引けを取らないですね。ただやっぱり伝統がないせいか、ちょっと北海道のお客さんもうちょっとこう、ね、見に来てくれないと困りますね。それではじゃあ今回のレースも頑張ってください。頑張りますけど車は壊れないように祈ってください。うちのファンの人期待してます。そしてこの十勝24時間には地元北海道からも数多くのプライベートチームが参戦。その一つがこの71号車 SG 加藤組シビックである。日頃から北海道内でモータースポーツを愛する人が集まりレース活動を行っているが、十勝24時間は初挑戦。道内数少ない女性レーサー林明子選手をはじめ3人の北海道出身ドライバーに加え、今回は助っ人として山地真一選手を招き、必勝体制で24時間の長き戦いに挑む。71号車 SG 加藤組シビックのピットにお邪魔しています。ちょっと行ってみましょう。こんにちは。本番前ですから皆さんすごく真剣ですね。中にはですね、このようにモニターもありますよね。やっぱり全体が見渡せない分こういうところで皆さんチェックするんでしょうね。そして冷蔵庫が3つ、大中小。これはもう皆さん休んでいる間に何食べるんでしょうね。ちょっと見てみましょうか。あ、なんか凍ってます。これを電子レンジで調理するんでしょうね。そしてみんな力をつけて本番に臨んでいくというわけなのでしょうか。ここで休んでいる選手に話をちょっと聞いてみたいと思います。参加している人たちはみんな北海道地元の人たち？4人のドライバーのうち1人は東京の方からわざわざ北海道の方に私たちを助けに来てくださってるんです。心強いですね。はい、じゃあすごいいろんな勉強させていただいてます。この SG 加藤組シビックのチームの特徴、それからどんな雰囲気かっていうのを聞いてみたいんですけど。どんな、でもバラバラですよね。なんか性格も血液型もみんなバラバラらしいから、いやちょっとね心配ですけど、今のところ何にもトラブル出てないんで、いいんじゃないですか。ドライバー同士今のところ揉めてないですから。トカチの24時間っていうのは他のところとどういうふうに違うんですか、レースは？やっぱり24時間のレースっていうのがやっぱり国内ではここしか行われてないということでね。で夜走るレースっていうのもやっぱりよそでも1箇所ぐらいしかないですし、そのやっぱり通常レースっていうとその明るいところでね走るのが普通だと思うんですけども、やっぱり夜と例えばその朝方ねこう日の出と一緒にこう走っていくとか、その辺のやっぱりこういう逆な、まあ、レースは真剣にやってるんですけど、その辺のやっぱりこう楽しみ方っていうのもやっぱり24時間の醍醐味じゃないかなと思うんですけどね。本当ですよね。でも見てる人のみならず走っている人にも楽しんでほしいという感じなんですけれども、頑張ってください。いやー、なんか私の方もドキドキしてきたんですけれどもね、こうやって見ているうちにレースは着々と始まりの時間になってきてるんですけれども、あ、どんどんこう緊張感増してきていますね。車の方の整備進んでいるみたいです。これからの展開とっても楽しみです。7月15日、グリッドについたマシンは総勢34台。ポールポジションは中島悟率いる99号車ニコスピア NSX、 2番手には30号車のニコスポルシェがつける。去年優勝のユニシアジェックススカイラインは3番手、ルマン帰りの100号車ホンダ NSX が4番手、 N1 クラスはプリンス千葉 GTR ファルケンを筆頭に GTR 勢が上位を独占。 SG 加藤組は総合30番手、クラス11番手からのスタートになった。さまざまなオープニングセレモニーが終わり、いよいよ24時間8万6400秒のドラマの始まりが近づく。 GT 勢の総合優勝はどのチームが勝ち取るのか、 N1 スカイライン勢のバトルの行方は、そして地元チームSG 加藤組シビックが参戦する N1 クラス4、15台がエントリーした最激戦区でどこまで上位進出を果たせるか。
今から始まる1秒1秒の積み重ねが24時間後の栄光のゴールへとつながる。それでは昨日の予選で見事ポールポジションを取りましたニコスピア NSX 佐藤浩二さんにお話をお伺いしたいと思います。昨日ポールポジションおめでとうございます。どうもありがとうございます。なんか意地を見せてポールを取ったぞという感じなんですけども、っていうかこのポールはちょっとあの狙ったんですよ。だからまあ取れてよかったなっていうところが。かなり事前テストだいぶされてたようなんですけども、一度テスト来てたんで、まあ、車の仕上がり具合もほぼ満足いく程度仕上がってるんで、じゃあ今のところノントラブルでこのまま決勝レースに行けそうだなという感じですか。そうですね。ただあの決勝24時間長いんでね、ただうちのチームドライバーもそういう経験がないし、まあ、前回のルマンも走ってないんで、そういう意味であのよそのチームに比べるとちょっと決勝でのそういうなんていうかデータっていうかね、そういう経験がちょっと足らないんで、まあ、速さは多分一番だと思うんですよ。ただそれを持続させるっていうか、あのまあ速さをある程度犠牲にしてもその壊れないように走るっていうノウハウはちょっとよそが負けてるかな、よそに負けてるかなっていう感じがしますんで、まあ、それは佐藤さんの長いドライビング経験の中で補っていくという感じですかね。そうですね、まあ、ペースもその他の車に合わせてっていうことになると思います。はい、ゆっくりとゆっくりとフォーメーションラップを回る34台のマシン。そして午後2時レーススタート。わずか24時間、しかしドライバーやマシンにとってあまりにも長い24時間の戦いの幕が切って落とされた。日本で最も長いレースシーン、第2回ニコスカップ十勝24時間レース、8万6400秒ものドラマが今始まった。ついに幕を開けた第2回十勝24時間です。コースタートを切ったのはターボパワーで飛び出した30号車のニコスポルシェ、99号車のニコスピア NSX を抑え1コーナーで早くもトップ交代。2番手にはやはりターボマシンのイニシアジェックススカイラインが浮上、 NSX 勢2台がその後方に続く形となった。N1 グループでは32号車のプリンス千葉 GTR ファルケンを先頭にスカイライン勢がほぼ等間隔に連なり走行、各車様子見といった感じの走りでかなり静かな幕開けとなったのだが、それもつかの間トップニコスポルシェの前に周回遅れのマシンが現れ始めた頃からレースは激しく動き出す。その頃71号車 SG 加藤組シビックに対しピットインせよを意味するオレンジボールがオフィシャルから提示された。この旗が出されるのは車にトラブルが認められた場合。ガス持ってるよこれ。原因は燃料漏れ、燃料タンクをチェックしすぐにコースに復帰することはできたが大きくタイムラス、順位は最下位になってしまった。一方激しさを増してきたトップ争い、とても24時間耐久レースとは思えないスプリント並みのレースが GT 勢4台によって繰り広げられた。それは例えるならマラソンランナーがカール・ルイスのごとく猛スピードで駆け抜けていくようなもの。その戦いは直線ではターボチャージャーを搭載したポルシェとスカイラインが速いのだが、コーナリングスピードでは2台の NSX の方が上、それぞれに自分のマシンの利点を生かし驚くべきハイペースで周回、各社一歩も引く気配を見せない。まさに4台が周回ごとに順位を入れ替えての大混戦。いやサーキットの至る所で目まぐるしく順位が入れ替わる、これこそドッグファイトというべき白熱したバトルである。通常耐久レースでは10周ほどで順位が安定、その後はマシンをいたわりペースを守って周回するのが普通である。ところが今回この4台の戦いはいつまでたってもコンマ数秒を争う熾烈さ、隙を見せればすぐさまパスされてしまう、テールトゥーノーズ、サイドバイサイドの続くその戦いにサーキットは序盤から異様な盛り上がりを見せた。
一方 N1 グループの方は順位が安定。トップはプリンス千葉 GTR ファルコ、2番手にレッツォ GTR、 3番手にプリンス東京富士坪 GTR、 4番手にアルティアファルケン GTR が続く。 N1 クラス3では12号車の IPF バコーズ BMW がトップ。クラス4では54号車の BP シビックがトップである。そしてスタートからちょうど1時間、ついに GT 勢の激しい戦いにもひとまずピリオドが打たれることになった。それまでトップを走っていた30号車のニコス・ポルシェが予定よりも早くピットイン。そのあまりのハイペースのため燃料の方が予想以上になくなってしまったのである。給油を行い、ドライバーも田島選手から中谷選手に交代。3分ほどのピット作業でコースに戻っていく。続いてのピットインは3号車のイニシアジェックス。作業時間はおよそ1分。99号車のニコスピア NSX はおよそ2分でピットアウト。100号車のホンダ NSX は GT 勢で唯一タイヤ交換だが、タイヤが外れずおよそ3分をロス。耐久レースではコースで1秒縮めることよりもこのピットインの時間短縮が重要であり、レースの行方を大きく左右するのである。N1 トップのプリンス千葉 GTR ファルケンはスタートからおよそ1時間半でピットイン。ドライバー交代と給油だけを行いコース復帰。一方アルティアファルケン GTR はタイヤ交換も行った。チーム同士の駆け引き、作戦の違いにも注目して観戦すると耐久レースはより一層面白くなるのである。各チームほぼ予定通り1回目のピットインを終了。しかしまだレースは10分の1も終了していない。いよいよ24時間の戦いが始まりました。コース上では激しいバトルが繰り広げられていますが、こちらスタンド裏でも様々なイベントが行われているんです。実はこういったアトラクションレース前から行われていたんです。そちらの方もちょっとご覧ください。レース前に行われたアトラクション、その最大の目玉はやはりこれ、 F1 のデモ走行。観客はもちろん、24時間レースに出走するドライバーたちにとっても待ち望んでいたお楽しみ。中島悟、ジャン・アレジがドライブしたヒレル0194、その懐かしい響きがしばし十勝の大地に響き渡った。そしてカースタントで有名な高橋レーシングのアクロバット賞馬試乗も OK。 早速吉田アナが挑戦。レースは99号車ニコスピア NSX がトップ。2番手に3号車ユニシアジェックススカイライン、3番手に100号車のホンダ NSX といずれも単独走行。一見戦いは完全に落ち着いたかのように見えたが、実は耐久レースならではのもう一つの敵が徐々に各チームを苦しめ始めた。マシントラブルである。24時間の長い戦い、その間には必ず人よりもマシンの方が先に音を上げる。それがブレーキであるのか、ミッションであるのか、エンジンか、それともそれ以外の何かか。各チーム予定周回でのピットインでどのパーツがどれだけ傷ついているのかを的確につかみ、迅速にその対応を図らなければならないのである。100号車の NSX は上位陣の中で最も早くトラブルに見舞われた。だがスピーディーなピット作業でコース復帰。
さらなる追い上げがベテラン高橋邦光のドライブに託された。しかしそれからわずか30分後、高橋は漏れたオイルに乗っかり1コーナーでコースアウト。幸いマシンのダメージは少なかったが、トップ争いから大きく遅れてしまう。やがて太陽が西の空に傾き始め、サーキットはまた新たな姿を見せ始める。夕暮れ。しかし走行する選手にとってそれは魔の時間帯の始まり。24時間レースで最も長い夜がもうすぐそこまで来ている。いよいよ日が暮れてきまして、ライトオンの合図も出てきました、これからがやっぱり正念場だと思うんですけれどもね、夜のレースの難しさっていうのは一体どういうところにあるんですか？そうですね、吉田さんは車乗られますよね。乗ります。昼間と夜とどっちが楽ですか、運転してて？やっぱり私は昼間ですよね。そうですよね、当然のことなら夜になりますと、当然周りが暗いですから、はい、路面状況が見にくくなるし、コーナーこれも見にくくなります。そうですね。で、レーシングカーの場合、ここの場合ですね、240キロぐらいのストレートスピードで走りますから、まあ街を走ってるのと全然違う。そしてもう夜になってきますと、ドライバー自身もかなりの長い時間乗ってますから、体力的にも非常に辛くなってくるということですね。やっぱりこの気候っていう関係もあると思うんですけれどもね、はい、今はやっぱりドライですけれども、霧が出てきたりすると、もう余計見にくいですからね。そうですよね、はい、とても悪条件になってしまうというわけですよね。夜を見ていて、あ、順位が変わったっていう、そういう楽しみがあるんじゃないかなと思うんですよね。燃えた。アクシデントがあったみたいなんですけれどもね。そうですね、ちょっと大変かもしれませんけどね。56号車が炎上ということがあったんですけど、ね、はい、やっぱりこれからが正念場の戦いとなりそうですね。はい、そうですね。やがて十勝の夜空を大輪の花火が彩る。24時間レースは最高の盛り上がりを見せる。だがドライバーにとってそれはレース最大の難関が始まったことの合図に他ならなかった。コースを照らすのはヘッドライトの明かりのみ。闇の中で何が起こっているのか、それはドライバーにしかわからない。ピットクルーもストップウォッチを頼りにマシンの無事を確認する以外にない。そして突如ピットインしてきたマシンに驚き、慌てて修理を行うのである。ここまで順調に周回を重ね、トップをキープしてきた99号車のニコスピア NSX も夜に入り、ついにブレーキが悲鳴を上げ始めた。前後ともパッド交換を余儀なくされ、大きくタイムロス。これにより3号車のユニシアジェックススカイラインに先行され2番手。レースは生き残りをかけたサバイバルゲームの様相を呈してきた。さあ夜も更けてまいりました。現在トップ争いをしているこの2人にお忙しいところすいません、来ていただきまして、ユニシアジェックススカイラインの福山選手とニコスピア NSX の黒澤選手です。現在トップを快走しているようですが、福山さん、今の感じはいかがでしょうか？うちも何ですか、調子よくは行ってるんですけど、そのうちブレーキパッドっていうのはそのうち減ってくるもんでして、もうそろそろそのうち変えるでしょうから。今のところノントラブルで順調ですよね。そうです、順調ですね。で、たまたまこちらの方が先にブレーキパッド変えたから、今たまたま前にいるっていうことですよね。黒澤さんはいかがですか、今までの感じは？スタートから最初のうちね、結構スプリントレースみたいになっちゃったんで、これは疲れるかなと思ったんですけど、最初のルーティーンからみんな落ち着き出して、で、福山さんとかも僕のとこも順調ですよね。景気よく絶対負けないぞって言いたいけど、プログラム通りっていうか、性能能力のね、プログラム通り行って、それでどうかっていうところでしょう。去年優勝されてる車だし、データ的なものは豊富ですよね。ただその不可抗力っていうのはレースについてくるし、なんてたって24時間なんでね、とにかくもう自分たちのできることを淡々とやって、で結果が良ければ万々歳で、悪かったらまた次に頑張ると。
でもまあ結局最後までね争うなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、福山さんとこと71号車 SG 加藤組シビックの前に来ています。こちらのピットを今ご覧いただけるようにあまり人がいませんですけども、31位と安定した走りを見せてくれてるんですよね。先ほどあきこちゃんも頑張ってくれてましたし、今走ってる及川さんはあの夜間走行が得意だっていう話をさっきしてくれたんで、とっても楽しみなんですよ。でなんかいい匂いがしてきたんで、ちょっとつられてお口に入っていこうと思うんですけれども、あ、炭焼きやってる、こんばんは。あ、今何焼いてるんですか。今美味しい十勝牛です。あ、私も後で食べさせてください。こちらにいらっしゃる方、引っ越し屋バンバンの社長でいらっしゃいます岩崎弘隆さんです。こんばんは。社長、どうしてあのこういうふうにレースをねサポートするようになったんですか。あの北海道でやっぱりあのこういったことをあのなんていうかな、これからたくさんやってね、やっぱりこれあのこういったあの、まあ、モータースポーツですよね。こういったことをあのまあ、全国に負けないように、まあ、頑張ってやってほしいと、そういった気持ちで応援することにしました。あの私も昔少しやっていたことがありまして、やっぱりあのワクワクします。で本当はあの明日帰ろうかな、どうしようかって考えたんですけども、明日はびっしりいることにしました。先ほど走りに行きました林明子ちゃんです。いやもうすっごく頑張っていいタイムが出たみたいですよね。はい、あの練習の時のベストタイムより1秒早く走れました。なんかやっぱり一番下のクラスだから抜かされることも多いけど、でもなんていうかな、もうすごい楽しくて、 もっともっと乗りたいです。いや、こういう顔が見たかったんですよね。スタート直後のオレンジボールによる遅れを少しずつではあるが取り戻してきた71号車の SG 加藤組シビック。しかし十勝の闇の中にはやはり魔物が潜んでいた。そしてその魔物が地元プライベートチームにも容赦なく襲いかかったのである。71号車が突如コース上でストップしたと場内アナウンスが流れた。原因はすでにドライブした山路選手も林選手も不調を感じていたエンジン。自走することができないマシンは牽引され車検場へと運ばれてきた。平子さん、71号車がコース上で止まってしまったんですけども、どうしてこの車検場の方で整備してピットに戻らないんですか。あのここはリペアエリアっつって、コース上でもし止まった場合に引き上げてくれるんです。車をオフィシャルの方が車をここまで持ってきてくれて、特別ルールでここで車を直せばもう一度レースに復帰していいというレギュレーションがあるんですね。で今メカニックの方が多分これエンジン交換すると思うんですけども、そうすればまたレースに復帰できますよ。じゃあ本当にレースに復帰できるかっていう可能性ここにかかってるわけですね。早くあのコース上に戻れることをお祈りしています。一方トップグループでは快調に走行を続けてきた3号車イニシアジェックスが5回目のピットインでついにブレーキパッド交換。ライバルチームが見つめる中、一刻も早くマシンをコース復帰させるためドライバーの長谷美も含めたチーム一丸の作業を行う。だがピットストップは5分を超え、トップには再び99号車ニコスピア NSX が返り咲く。深い闇の中、観客の目には見えない時間との戦いがより厳しさを増していた。また十勝の闇に住む魔物がさまざまなチームを襲ったのもこの時間帯。30号車のニコス・ポルシェはエンジンブロック、 SG 加藤組同様エンジン積み替えを余儀なくされる。 N1 3位を走っていた11号車レッソ GTR はミッションを丸ごと交換、クラス最後尾へと交代。N1 トップにはここまでノートラブルの1号車アルティア・ファルケン GTR が躍り出た。総合トップの99号車ニコスピア NSX は致命的なトラブルではないが、リアタイヤが外れにくく、タイヤ交換のたびにコース上で稼いだ貴重な時間を失っていった。
2番手ユニシアジェックスはその差を徐々に縮めてくる。ところがそのユニシアジェックスも白煙を吹き上げ緊急ピットイン。原因はターボトラブルで、コース復帰には実に1時間以上も要することになる。トラブル続出、まさに魔の時間帯となったナイトセッション。これから何が起こるのか誰も全く想像することができない。トカチの長い夜、暗闇との戦いはまだまだ続く。レースの方は佳境に入っています。しかしこちら見てください、テントがいっぱい並んでるんですよね。24時間レースのもう一つのお楽しみ、こういう風にバーベキューやったり楽しみがいっぱいあるんです。こんばんは。こんばんは。お子さんもいらっしゃる、みんな元気ですね。すごい夜が吹けてて、あ、もう車のライトも綺麗。すごく暗いけどここ盛り上がってますよね。はい、おみんな応援してくださいね。ここだけすごく明るいです。高橋君頑張れよ。応援してくれ。暗闇との戦いとは全く関係なく、キャンプにゲーム、コンサート、そして時々レース観戦と、思い思いにこの長い夜を楽しむ観客たち。一夜限りの巨大なアミューズメントゾーンとなったサーキット、これも24時間レースならではのお楽しみなのである。もうすぐ日付も変わろうとしているのに、こんなにたくさんの人が繰り出してる。みんな元気ですよね。明日の夜明けは午前4時を予定しています。今いる車、どんな風に順位が変わるのかとっても楽しみです。ついに10時間を経過した十勝24時間レース、タイヤ交換に苦しみながらもここまでトップを守ってきた99号車にトラブルが発生。2番手100号車の NSX との差が一気に縮まった。一方、エンジン交換を行う71号車の SG 加藤組シビックは日付が変わったところで作業完了。実に3時間ぶりのコース復帰を果たした。人も車もその限界に挑戦したミッドナイトセッション。ただひたすらに周回を重ねピットに戻る。給油、タイヤ交換、ドライバーチェンジ、そしてまた数時間後再びピットに戻るために周回を重ねていく。その気が遠くなるほどの繰り返し。しかしこの最も単純な作業をこなすことが実は最も難しい。この最も単純な作業をこなすために人は全ての情熱と力を注ぎ込む。そしてこの最も単純な作業をこなした者にだけ勝利という名の栄光がもたらされるのである。暗闇との戦いに人々が疲れ果てた頃、待ちわびていた朝が訪れようとしていた。午前4時、日の出の早い十勝の大地、マシンの姿がはっきりと浮かぶ。だが戦いが楽になったわけではない。暗闇で受けたダメージはマシンに色濃く残っている。99号車ニコスピア NSX もその位置だ。ブレーキトラブルから来たハブトラブルで44分ものピットストップ。これで100号車のホンダ NSX がトップ独走体制を確立した。いや、長かった夜がもう戦いが終わって、こんな朝がやってきたのに、朝こんなに早いのに、おはようレースクイーンというこのイベントが始められてしまう。なんといいお子さん方でしょうかね。そしてこんなにたくさんのお客様集まってしまう。やっぱりお祭りなんですよね。我々のために本当にありがたいことですそうではないんです。もう男の人ばっかりですし、このキャンペーンガールがこう紹介されているところを見ながら朝ごはんを食べられるというこの贅沢、ずらずらずらなんとも言えませんよね。ちょっと話聞いてみましょう。まずこちらから、今回はファルケンタイヤチーム頑張ってますね。はい、頑張ってます。どのチーム応援してます？日産プリンス千葉を応援しております。はい、もちろん一晩中見てたんだよね。レースの方もちろんですよ。トラブったの知ってる？あ、
知りません見てましたずっとあんまりこういうツッコミはしちゃいけないですね。この子たちは昨日してます。8時前に帰りました。9時1時間違いましたね、はい、昨日帰りがけ会いました挨拶しましたちゃんとでも今日爽やかな顔をしてこうやって出てきてくれてるんですから、ね、朝8時出勤ですから今来たばっかです。さあ本題に移りたいと思うんですけれども、はい、昨日の夜から朝にかけていろいろとトラブルもありましたけれども、現在まず100番のホンダ MSX これがですねノントラブルで走ってます。そして終始トップを走っていた99番のニコスピア NSX これはですね駆動系にトラブルが出まして今若干遅れて2番手で今トップを追っているという状況です。そして3番のユニシア GX なんですけどもこちらはですね深夜ターボトラブルが出ましてターボチャージャーを変えました、はい、そしてそれを直して出たんですけども今度は駆動系にトラブルが出てしまってまた再度追い上げているという状況です。そして30番のニコスポルシェこちらの方はエンジンがブローしてしまってエンジンを積み替えて、まあ、2時間半ぐらいかかったんですけども再度スタート今追い上げているというところです。で、まあ、気になる N1 クラスの方なんですけどもこちらの方はルーティン通り全て順調にいってる車は今のところ1台もありません。全て駆動系にトラブルが出たりそこからエンジンにトラブルが出たりという形で、チームの皆さんが頑張って直して走ってるという今状況なんですね。そして今の順位は、まあ、32番がトップで1番がそれを追っているというそういう状況ですね。なるほどね。やっぱり長い戦いになるだけあってこの上位陣が安定してるんですけれどもやっぱりいろんなトラブル抱えて同時にこの1、2を争ってるところが入ってきたり面白い展開になってきましたね。まだまだ分かりません。そうなんですよ。まだ残り時間長いですからね。もう終盤戦に入ったとはいえこれから何が起こるか分かりません、はい、もうこれからがまさに楽しみだという感じですよね。最後の1時間2時間が非常に面白いですから。観客は朝を迎え元気になったがドライバーの疲労はたまる一方のコース上28号車のクラッシュによってセーフティーカーがコースイン追い越し禁止となるためこの間にピットインを済ませるチームも多かった。そしてレース再開久しぶりにトップの100号車と2番手の99号車2台の NSX がランデブー走行残り時間はあとわずか栄光のゴールに向け疾走するマシン。しかしレースはやはり何が起こるかわからない。この後トカチ24時間最終章思いもかけないクライマックスを迎える。ただいま午後1時になりました。時間も残すところあと1時間。各チームとも最終ピットインを終えて最終ドライバーが今コースへ出ていきました。そこで気になる順位なんですがただいまのところゼッケン100番ホンダ NSX がトップを快走しております。そして2番手は99番の同じく NSX 3番手には N1GTR の日産プリンス千葉ゼッケン32番が走っております。気になるゼッケン100番なんですが最終ルーティン作業はゆっくりと車を掃除してからのピットアウトといった形になりました。これはルマン24時間に次ぐ勝利となるのでしょうか。深夜のエンジントラブルを克服し走行を続ける SG 加藤組シビックも最終ピットイン。ドライバーは林明子選手にチェンジ。24時間のチェッカーに向け最後の力を振り絞る。トップは100号車のホンダ NSX 2番手ニコスピアとの差はすでに21周、時間にして40分以上。誰もがこのままチェッカーを受けると確信していた。ところが残り20分というところでトップ100号車がスローダウン。突然のこのアクシデントに場内は騒然。原因は駆動系トラブル。99号車を苦しめたトラブルが最後の最後で100号車にも降りかかったのである。レースも残すところ16分というところになりましたが100号車が突然緊急のピットインに入りました。これはどういうことかと言いますと左リアハブの調子がちょっと悪いようです。2番手とは20周近くの差があるためこのままピットストップしていても勝利は決定的。しかし観客の声援に応えるべくそして24時間優勝者の誇りをかけ
未修理のまま7分間のラストランに挑む NSX。 まさに満身の力を振り絞り栄光のゴールを目指す。 N1 のトップ3台はすでにパレード走行に突入、隊列を組みフィナーレの準備をするが、24時間が経過しても100号車が戻ってこないため、なかなかチェッカーが振られない。そしてやっとグランドスタンド前に姿を見せた100号車にチェッカーが振られ、第2回ニコスカップ十勝24時間レースゴール。同じ24時間を戦ったドライバー、メカニック、そしてそれを見守った観客から傷だらけの優勝者に惜しみない拍手が送られた。総合2番手には99号車のニコスピア NSX、N1 では総合3番手のプリンス千葉以下、アルティア、プリンス東京の3台のファルケン GTR 勢がクラス 1-2-3 を独占。激戦の N1 クラス4ではブラックレーシングシビックがスプーンシビックを抑えて今季初優勝を達成した。最後ちょっとガタガタしちゃったみたいです。ドッキリしましたけども、本当にメカニックの皆さん頑張ってくれたんで本当に良かったですね。津山おめでとうございます。ありがとう。よかったですね。よかった本当にね。公約通りの2連覇。もうルマンからなんか月がずっとついてるかなって。よかった。信じらん。なんでこんなことばっかなんだ。もう24時間いい。もう最高。最高。本当に本当。ありがとう。でもかなりのぶっちぎりですよね。そうですよね。結果的にはね、他があまりにもトラブルを多く抱えたからね、うちが本当なかったから、シャシーとタイヤがちょっとぴったり合ったような感じだよね。そして終始トラブルに悩まされた71号車 SG 加藤組シビックもついに念願の24時間を見事に走破。もう走れないかなと思って、どうピットに戻ろうかなと思って、でもゆっくりでも最後まで走りたくて、すっごい遅かったけど低速車のようによかった。でも涙ぐむ敗者と表彰台で喜ぶ勝者、それは決して珍しい光景ではない。しかし勝者と敗者の気持ちがこれほど近い戦いの終焉はきっと目にすることが難しいだろう。十勝24時間、振り返ればなんと短い、しかしあまりにも多くのドラマが生まれた一日が今静かに終わろうとしている。たった今レースが終わりました。そしてずらっと車が並んでいます。もう最後の最後まで行き詰まる熱い戦いでしたね。長かったですね。本当ですね。しかし24時間、本当に長かったです。このレースをご覧になってどうでしょう。まあ、レースは何があるかわからないと言ってた通りになりましたね。最後の十何分で100番の先頭を走ってた NSX がトラブってしまったと。しかし最後に涙のゴールがあったと。そうですね、みんな拍手を。いろいろなことがありましたからやめられません、この24時間です。本当ですね、はい、やっぱり皆さんにもこの場所でこのレースをご覧いただきたいと思うんです。なんて言ってもこの十勝っていうのは北海道で唯一、そしてこの24時間レースっていうのは日本でここしか見られないレースなんです。もう来年はぜひこの場所で見てほしいですよね。そうですね、大勢の方に来ていただきたいですね。そうですよね、本当に長い戦い、はい、でもこんなに熱い戦いはないです。来年またこの十勝24時間レースでお会いしましょう。さようなら。